藤の名所として知られる丹波市の白毫寺では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、インターネットを利用して満開の花の写真や映像を配信しています。まるでシャワーのように降り注ぐ淡い紫と白の花。丹波市の白毫寺で見ごろを迎えている九尺藤は、普通の藤よりも花の房が長いことで知られ、毎年この時期にはおよそ120メートル続く圧巻の藤棚を目当てに大勢の観光客が訪れます。しかし今年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、九尺藤祭りが中止となり、寺も先月25日から参拝ができなくなっています。住職の荒石正善さんは、満開の藤の花をなんとか人々に届けようと、自らがカメラマンとなって写真や映像を撮影しています。今年もこうやって綺麗に咲いてくれまして、引き続き一生懸命ご手入れをさせていただきましてね、来年こそは直接ね、皆多くの方々に見ていただけるように、さらに整備、そして世話続けていきたいと思っております。白毫寺の九尺藤の写真や映像はFacebookなどで見ることができます。